割と私がずっとこう殺してたんで、あ、そっか、こうよく本当に初めて、ね、殺してしまおうかなっていう時もあるんですよ。あ、お子さんはね、あ、分かります、夜二人きりの時にお子さんとね、そうすると、うん、もう聞いてもらう相手がだんだんいなくなってくるんですね、うん、あの人に電話した、この人に、あの殺さないためにつなげる、命をつなげる電話です、うん、誰でもいいんです、うん、その時間をなんとか過ごすというかね、やり過ごすというか、自分の気持ちに衝動に従わないためにね、はい、で、あの受話器に行ってれば包丁は逃げらないじゃないですか。あ、素晴らしい。だからそれで主人によく授業をやってるのは分かってたんですけども、電話をしてしまったんですね、はい、うん、でそういう時ね、そういうお電話受けた時に、うん、はい、旦那さんとしてはどういう、いや、もう家内の気持ちはそれは分かってました、うん、はいはいはい、あの今喋った通りのことだって当時も自分で分かってましたし、で今初めて私の気持ちをその聞いた気がするっていう理由も分かります。あの当時の私は、あのこれはまあ性格の違いでしょうけど、喋ってしまったらもう自分の心が壊れてしまうような、その崩れちゃうっていうの、うん、あのもう信じるしかない、うん、その、まあ、当時は、まあ、鈴木先生のこういったことを全く知らないので、うん、もう神に祈るしかないですね。あの全く科学的ですけども、はい、その、もう喋った時点で全てを受け入れなくちゃいけなくなってしまうので、うん、やっぱりどこか受け入れられないところもあって、うん、その我が子のことなんだけれども、で、その、まあ、岩の入ったらもう最後みたいな、うんうん、そう、私が岩根を入っているので、はいはい、そうですね、もう一緒になっちゃったらもうな、はい、な止め止めないですもんね、うん、でいつも持ち上げてくれてましたね。そうなんですか、励まして。そうですね、なんか、うん、とてもポジティブな人なんだなあの必死だったんですね。基本的にはそういう性格なんですけども、さすがに私も我慢なら我慢強い方だと思うんですけども、すごいんですよ、やはりうちの子は。すごかったんですね。